はい、始まりました。石門ジャップ TV 2022年 J1 リーグ第32節京都サンガ FC VS 名古屋グランパス戦のリアルタイム視聴ライブ配信ではなく、今回はサンガスタジアムバイ京セラに現地観戦に来ております。そう、この息子とです。いや、この1歳8ヶ月の息子との現地観戦ということで、まともに試合が見れるかはちょっと分かりかねますけども、まあ、声出し応援が解禁、サンガスタジアムにおいて初めての、まあ、リーグ戦での声出し応援解禁ということもありますので、いても立ってもいられずということでやってきました。いや、この1歳8ヶ月の息子も本当に、まあ、無邪気に歩いてくれているので、今のところは良好な現地観戦となっておりますが、まあ、これ1歳8ヶ月の子供はね、本当にいろいろと自分でやりたがることが多すぎて非常に世話が大変なんですけども、まあ、この子との戦いですかねまあ一緒に名古屋戦をね、楽しく見れれば幸いなんですけども、いや、非常に今息子かなり好調ですね。絶好調、まあ、そんな感じで今回は Vlog という形で、この京都サンガ FC VS 名古屋戦の方をですね、お送り届けたいと思っておりますので、よろしければ今回はラジオ感覚ではなく映像もですね、ご一緒に、楽しんでいただければと思います。ということで、いや、人の邪魔をせず今のところしっかり歩いてくれてますねいや、1歳8ヶ月だんだんと成長してきております。滑り台に登りたいのやらか、ひとまずは、まあ、ついて今こういう風に歩いてますけども、12時15分なんで、ちょっとご飯を食べて観戦に備えていきたいと思います。さっきまで電車で寝ていたのでめちゃめちゃ絶好調です。ちょっとひとまずはちょっとこのサンガスタジアムバイ京セラを散歩していこうと思います。ちょっとそこ危ないで、そこ危ないで、大丈夫。さあ、どこまで登っていくのでしょうか。ステージまで登ってきました。あかんで、暴れ回る息子を捕まえましたどう参加したか下まで出して楽しそうやね。楽しそうなら何より。まずちょっとご飯でも食べますか。はい、では、先ほど大暴れだった息子をようやく固定することができましたので、お昼ご飯の方ですね、ちょっとわちゃわちゃしてますけども一緒に食べていきたいと思います。いいね、ナイス。これ本当にアンパンマンポテト好きやね。大好きなバナナタイムです。ご飯は、まあ、8割ぐらいは食べてくれましたんで、あとはノリノリやね。乗ってるね。バナナタイムになってくると、あとは、まあ、うんちをしてくれたらそれで完璧です。もう今からね、今13時なんでキックオフまであと1時間、このタイミングでバナナを食わすことによって、でうんちをしてくれて、まあ、試合に臨むことができればベストです。今もそんなにね元気なんで、多分14時キックオフする頃には疲れてくれてるんじゃないかな。お茶とか、あとはリンゴジュースとか、あとはこういったゼリーとか、こういったもの。あ、水でしまった。これ飲みたい、飲みたい。まずいです。このゼリーを見せたばっかりに大好物なんで、分かった。もういい、はい、じゃあお母さんには内緒やで。これお昼ご飯やけど食べようか。
感染中に本来やったらこのゼリー系のやつは、あの感染中にぐずってたらこのゼリー系飲ませようと思ってたんですけど、今ちょっと動画のためにこれ見せてしまったがために、まあひとまずはいいでしょう。はい、では完食しましたので、今これからちょっとユニフォームに着替えさせようと思います。このユニフォーム着とこうか。で、息子がご飯食い終えたところで、私に関しては、本来からいつも現地観戦するときはつるりさんのうどんの方を食わせていただいてるんですけど、ここにあの声うるさくうるさい子供がいるように、この子とね、あの行列をちょっと並ぶのが難しかったがために、お昼飯はなしなんですけども、息子の残したものを食って試合に参戦していきたいと思います。とりあえずね、息子は叫び中です。もうこれがあの本当子供1歳8ヶ月の子供と2人っきりで現地観戦に行く時のリアルです。美味しいな、これ。やっぱ本ご飯美味しい。多めに入れといてよかったです。ご飯を食べ終えて、もう最後の試合が食事するグループ VS グレンリーサーブ、遊び場で遊んでもらいます。グレンリーサーブです。いざ観戦に向かいます。誰よりも興奮している説誰よりも楽しみにしている説では、入場する前にこのベビーカーの方を、ちょっと預けていきたいと思います。あそこにベビーカー預かり所というのがあるので、あそこに預けていきたいと思います。はい、ベビーカーの方預け入れができましたので、この子と合体したいと思います。試合前にね、ちょっとうんちしてくれたらと思ったんですが、もううんちはせず、もうこのままゴーでゴーしていきます。合体が日日観戦のリアルです。手出して、こっち。ここは合体ですできましたので、いざ行ってきます。入場の方ができましたので、いざ入場でございます。入場する時が一番のワクワクされています。久々のスタジアムバイクのセラフ判定がすげえ。
試合の開始は先日10月1日から今の勝負が明治安田生命 J1 リーグ第27節清水エスパルス戦におきまして山崎亮子選手が J リーグ通算200回目を達成しました。ご家族より佐藤ビッグチャンスシュート打たずで思わず叫んでしまい息子が起きてしまいました。いや本当に申し訳ないです。京都失点を許す息子もあぜん。さっきまでスマホこの携帯触ってたんですけど失点した途端この子もショックそうで何があったんやという顔。気を取り直してポチポチ石門ジャックジュニアフォーンポチポチ。ハーフタイムを迎えております。後半もこの子と一緒にゲームの方楽しんでいきたいと思います。どうリンゴジュース、僕もちょっと飲みたいし僕の分も残してくれる。離さないです。
かな。福岡から浅田で井上かな。おい、息子もアゼンであります。点が決まりました。浅田の折り返しに井上力人が合わせました。いや、素晴らしい。息子もびっくり。京都 vs 名古屋1対1の同点ということで、まずは無事何よりもこの子供と一緒に最後までゲームを見ることができて本当に何より、最後までね泣かずに試合の方を一緒に見れたのはさすが石門ジャップ TV を運営している私の息子といったところでしょうか。なんだかんだねもう1歳8ヶ月ですけども、試合を見るのも現地観戦もうおそらく多分ね8試合目ぐらいなので、今回は第2子がね今年の6月生まれたことによってしばらく現地観戦を控えており、今年はもう現地観戦は、5月の清水戦をもってしない予定だったんですけども、やっぱりねこの声出し応援のゲームをねどうしても見たいということで、それをもう期待に応えるですねゲーム、思う存分楽しませていただきましたし、思う存分叫ばせていただきましたし、その結果ねゲーム中にもかかわらず試合始まった当初はねこの子寝てくれたんですけど、前半23分ぐらいで佐藤選手のねここだというチャンスでシュートを打たずに何やってんねんって叫んだ結果、この子を起こしてしまい、そこからね、PK 獲得に至り、ただその PK を決めきれず、よりそこからまた興奮度も増して、そこからはねこの子もずっと一緒に見ていただいてた、見てもらってたんで、そんな中で最終的にはね名古屋に先制点をコーナーキックで許してしまいましたけども、本田選手のね古巣恩返し団ならずのポスト直撃シュートにはマジで興奮しましたし、また後半早々、今回のゲーム佐藤選手がね本当に素晴らしかったんで、その佐藤選手いるところにチャンスあり、また玉際のところも、佐藤選手素晴らしかったですし、後半の最初のね僕が見ている目の前でですねえらしこかましたんですよ。それがね本当に素晴らしかったっていうのもありましたんで、その勢いもね京都サポーターのですねゴール裏のボルテージが上がってきたところでの井上陸人選手の同点弾でありますから、いや本当に素晴らしかったですし、そのやっぱサポーターがですねもう三段の同点弾を生み出したと言ってもいいぐらい、それぐらいゴール裏の雰囲気素晴らしかったんで、最後勝ち越しできればっていうところでね竹富選手を中心に何度もチャンスあったんですけども、決めきれずでありましたが、素晴らしい雰囲気でですねゲーム見れたことに感謝しながら、この子も最後まで、付き合ってくれたということで、おそらくこれからちょっと暴れ足りないと思うんで、ちょっと神岡の三角スタジアム周り付近で少し暴れてもらって、そこからゆっくり帰っていきたいと思います。おそらく多分夜は爆睡案件だと思いますので、ひとまずは現地観戦の Vlog ということで、かなり雑な内容にはなってしまいましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。次回からは、リアルタイム視聴ライブ配信の方ダゾーンを観戦しながらやっていきますので、その時はよろしくお願いします。石門ジャップ TV でした。
カール来るから。はい、はい、エレベーター。帰りましょう。はい。